皆さんこんにちは、アフタービートミュージックスクールギターカポジションの滝沢でございます。今回はお知らせの動画でございます。お知らせの動画でございます。何のお知らせかと言いますと、舞台イストというユニットのチャンネルを作りましたというお知らせでございます。舞台イスト、まあ、ご存知の方も多いかと思いますが、私滝沢勝成と石川美穂さんのアコースティックデュオでございます。今までこうね、アフタービートギターチャンネルに動画アップロードしたりとか、石川さんの方にアップロードしたりとかしてたんですけれども、今度から僕が編集したものに関しては歌いそチャンネルに全部アップロードしようかなと思いますので、よかったら歌いそチャンネル、ぜひ登録してみてくださいませ。まあ、やっぱりこの歌いそ動画ってその作るのがすげえ大変なんですよ。基本的にすごい大変なんです。なんでやっぱり僕としてはそのたくさんの人に見てほしいっていう気持ちはやっぱりあるわけなんですよね。なんでまあその僕のアフタービートギターチャンネル、なんだかんだでも13万人ぐらい登録さんがいらっしゃるので、いてくださるので、やっぱりこうね、たくさんの人に見てほしいなということで、なんか今までこのアフタービートギターチャンネルにアップロードしておりましたが、まあ、これをねずっと続けるというか、歌いそ自体はまだまだ全然続けるつもりなので、そう考えた時に、長期的に見た時に、ちょっとどっかでそのチャンネルを独立させないとなんかちょっとあれかなと思ったので、ちょっと新規一点ゼロから始めてみようかなと思いました。何度も言いますけどもね、そのたくさんの人見てほしいんですよ。なんでまあ本当はね、その13万人のチャンネルにそのアップロードした方がなんかいいじゃないですか。けれどもまあね、ちょっと新規点ゼロから、スタートしてみようかなと思いますので、お、歌いそ面白そうじゃないかとか、なんかこう滝沢頑張れよとか、なんか石川頑張れよみたいな感じで、こうなんとかいい感じでやれよみたいな感じの風にこう応援してくださる気持ちがあるならば、ぜひ、チャンネル登録をしてくださると嬉しいなという感じでございます。とりあえずまあ本日11月23日、チャンネル開設したんですけども、まだ30人くらいしかチャンネル登録者さんいらっしゃらないので、よかったら皆様の、応援の気持ちをポチッといただきますと、これ幸いでございますということでございます。それでは、歌いそチャンネルの方で動画をアップロードしますが、こちらアフタービートギターチャンネルでは、まあ、いつも通り毎週土曜日の18時に、レッスン動画をちょくちょくと公開していこうかなと思いますので、そちらも楽しみにしててくださいませ。もちろん歌いそも楽しみにしてくださいませ。そんな感じでございます。自分でご飯は多分そのままアフタービートギターチャンネルでやると思います。チャンネル3つも持つとちょっとさすがに手間だなっていう感じがするので、まあ、その辺はねちょっと僕のわがままを少しとさせてくださいませ。そんな感じでこれからもくれぐれも今後も末永く滝沢勝成並びに歌いそうよろしくお願いしますということでした。それでは違う動画でお会いしましょう。さよなら。はい。